乍一听到明月喜洋洋，立刻有回家的感觉。在场的所有华人华侨都是好久没回家了。仔细观察你会发现，这个民乐团中不只有二胡、古筝，还有手风琴，有日本的三味弦和尺八。不同民族的乐器演奏中国的民乐也挺和谐的，而且还有那么些感动。中国驻日本大使馆办国庆招待会，来宾都是近2000人，地点基本上都是在新大谷饭店。我还记得2017年安倍小跑着来现场祝贺，2019年安倍曾经发来视频祝贺，然后就因为疫情中断了这个传统的聚会。今年中国国庆73周年，中日邦交正常化50周年，中国驻日本大使馆时隔3年再次举办招待会，桌面上做好了隔断，保证用餐安全。此外还严格限制了嘉宾和媒体人数，邀请的嘉宾只有350人，只有往年的1/5。9月22号晚上6点开场，作为媒体按照惯例我们下午3点半就到了，因为以往都要排队占机位，没想到这一次限制了媒体人数后排队环节都省略了。早到的好处不只是占据理想的机位，还可以提前掌握现场情况。宴会厅分为主宾席和嘉宾席，中国驻日本大使孔铉佑夫妇坐在中间的位置，1972年与周总理签订中日邦交正常化条约的前日本首相田中角荣的女儿和女婿田中真纪子、田中直纪坐在孔大使夫妇的右手边，孔大使左手边是日本前首相福田康夫和夫人，孔大使夫妇对面是前首相鸠山由纪夫和自民党前干事长二阶俊博。田中真纪子在政坛上给人的印象是犀利尖锐，但她对丈夫是非常温和的。致辞时提到她和丈夫去北京访问，拜访周总理的夫人。東映町夫人、未亡人が目白に出した時に、最初にうちの母に言ったことはそれです。田中先生と簡単会いてらして、最善の努力をうちの主人、周恩来はしましたとおっしゃいました。後今日一緒に来てくれてます我がプリンス田中直樹先生と一緒に北京に行きました時も周恩来さんのお宅でですね奥様が同じことをおっしゃいました。人間がぴったり合わないと波長も能力も全てのものが合わないと外交は成立しないと同じことをうちの人も言ったんです。世界の要人あらゆる国の人と会ったけれど周恩来が最高だったと素晴らしかったと言ってました。政治はやっぱりすごく緊張感とそれからやっぱり迫力と責任感それが今の政治世界中なかなかないですね。日本ももちろん含めてだから今みたいな話結構皆さんああそんな一生懸命政治やってたのか50年前はっていうことをやっぱり皆さんから言われました。だからなんかね清華大学で私スピーチ呼んでくださってるから待ってるんだけどもコロナじゃないですか。その時また取材してください。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。うちはね、あれを呼びしようと思ってんの、東北郷さん呼ぼうと思ったの、東翔平さんの息子さん、はい、だとコロナだしちょっとやっぱ障害者大変だと。で、うちの田中角栄ファウンデーション財団で、うん、今は周恩来さんの名護さんいますね、あの方に日本に来ていただこうと思っています。はい、で、お返しに私はその清華大学で講演しませんかって話があるのでできれば年内に行きたいなと思っています。邦交正常化以来的50年毫无疑问是中日关系发展最迅速带给两国人民福祉最多对地区和世界影响最大的50年。50年后的今天中日关系站在了一个新的历史起点也来到了何去何从的关键路口。双方要共同重温邦交正常化的原点初心，深刻汲取历史经验启示，以战略眼光和全局视野把握当下机遇挑战，坚持中日四个政治文件的精神，以两国领导人达成的重要共识为指引，
不断增进政治互信，深化互利合作，扩大人文交流，同时妥善处理彼此之间的矛盾分歧，在风浪考验中把稳正确航向，推动构建契合新时代要求的中日关系，以更加成熟稳定、健康强韧的姿态迎接中日关系下一个五十年。どのような状況があろうともですね、50年前に調印した正常化の趣旨、当時の方々が考えていたことは、日中は共に争わず、この地域において平和で安定した関係を作っていくんだと、そしてそういうことが国際社会に大きな力となるんだと、まあ、こういうことをですね、考えて、おられたんだろうというふうに私は推察をいたします。そういう先人方の思いをですね、我々はこの日中50周年というこの機会にもう一度思い出して、そしてそのことを実現するためにどうしたらいいかということをですね、日中ともども相談し合いながら、これからの順調な歩みを続けてまいりたいと。でそのためにはですね、中国もこれからも順調な発展を遂げることを心から私は願っておる次第でございまして、まあ、そういう意味で73回目の建国記念日を心からお祝いするとともに、これからの中国は国際社会の中で安定した平和な勢力であるということを、これを私はこの際お願いを申し上げたい、期待を申し上げまして、本日のお祝いの言葉にさせていただきたいと思います。実は公明党の創立者である池田大作創価学会名誉会長が1968年に大きな会合で日中国交正常化を実現すべきであると、こうした宣言を明確に打ち出しました。まあ、そこが中国側が公明党に注目する原因になっただろうと思います。そして中国の方はよく水を飲むときには井戸を掘った人の苦労を思い起こさなければならない、まさにあの時代にあって、国交正常化の前後の時代にあって、その道を開くことはどれほど困難な状況であったか、ただいま田中真紀子先輩のお話にもあった通りだと思います。そして中央恩来総理が病床にあるとき、池田大作名誉会長とその無理を押して話し合う機会がありました。最後に会った日本人が池田大作名誉会長であると言われております。その伝えられるところは、周恩来総理は日中平和友好条約の締結に並々ならぬ意欲を持たれていたということでありました。孔鉉佑大使から日中のを結ぶ重要な政治文書が4つあると、こういうお話がありました。もちろん正常化当時の共同宣言がその第一でありますが、この共同宣言を条約という形に昇華させた、これが日中平和友好条約であります。今日本と中国の関係を考えるときに、この原点をしっかりと見つめ直して、そしてそれに基づくこれからの私たちの行動を思いやるべきであると、このように考えます。今日70周年のね、式典がこのように素晴らしい形で、実行できたことを大変嬉しく思います。日中関係は今日までも大変大事な二国関係だけど、これからこそ世界の中でね、日中、中日両国が手を携えて大きくリーダーシップを発揮していかなきゃいけない、こんな時だと思います。中国の皆さんが先生のご来訪を待っておりますが、はい、はい、また機会を見てね、ぜひしょっちゅう行ったり来たりしなきゃダメだからね、そうしたいと思います。
ありがとうございます。皆さんによろしく。今年的宴会提供七道餐品，尽心招待每一位对中日友好做出努力和贡献的日本朋友以及在日华侨华人。宴会间隙啊，我看到有个人非常的面熟，还很受欢迎，但就是想不起来他是谁。然后朋友告诉我说这是冰墩墩，我立刻就反应过来，这位是日本电视台记者冰墩墩的头号粉丝石冈一汤。石冈和冰墩墩已经完美的挂钩，只要一说冰墩墩就知道是他。因为记者不方便接受记者的采访，我们只能自己私下聊一聊。他说回到日本之后还收到中国朋友给他寄来的冰墩墩，是直接寄到日本电视台转给他。总之他说呢，不管冰墩墩有多少个种类，他感觉自己应该是已经集齐了，说得特别特别的骄傲。石冈说他马上要在微博上安家，他就是想要有个窗口能够让他和中国的朋友们说一声谢谢。还有大家最关心的福原爱妹妹，这是我第一次看到她穿正装，一次比一次瘦。我真没想到你穿四岁这么漂亮。谢谢谢谢，真没想到。我问一下，就今天晚上听了这些政治家，包括田中真纪子女士，她回顾了一下中日的关系，那么从50年前的事情开始说起的，那么听了这些讲话，你有什么样的感受可以跟我们分享一下吗？好，其实就是我今天在舞台上，就是领导们讲一些就是之前的50年前的历史，我听着觉得非常非常的就是感动。因为是有50年前的领导们还有长辈们的存在，应该是这个50年前就交流的方面什么的一定有很多的困难吧。对，但是因为有他们的就是经历才会有今天的我们，所以就是能参与到今天我觉得非常非常的荣幸。所以我希望就是用我的小小的力量，就是以后为中日友好的事情就是做贡献。啊，我这次是第一次参加这个活动，对，我非常的荣幸，很兴奋。而且你知道吗，以往这个活动是招待2000人在日本的对华友好人士啊，今年因为疫情的缘故也包括在内，所以只邀请了1/5，从2000多人缩减到了350人，你还在里面啊，真的是有点备选奥运的感觉，很开心。你现在和中国之间和中国有关的工作在做吗？或者说计划当中呢？或者正在做的？其实是有，真的有，对。而且我真的我都已经讲到这儿了，就是我也想快点跟大家分享。就我应该是这个禁忌吧，用我的这个福原爱中国工作室会跟大家分享，所以请大家等待。对，这个要保密。对，但是我真的非常非常想念就是我的中国的朋友们还有就是家人们。对，对，所以就是我这个2-3年最困难的时候都是中国的朋友们给我就是鼓励。对，所以我也想就是这样的感恩的心想还给大家。然后可能我这个2-3年真的是很多天晚上都是睡不着，对，但是幸运的是我都挺过来了嘛，所以我也是相信中国的朋友们也是，可能每个人的困难的点都不一样，但是我相信每个人都可以挺过来，所以我们一起努力加油。然后我也希望就是我亲爱的中国的朋友还有大家都就是早日这个怎么说就是这个疫情，对，就是赶快过去，然后我也可以跟大家见面。好，中国的朋友们你们好，我是福原爱。今天我第一次参加了国庆节的活动，感觉到了国庆节的气氛，我非常的兴奋，我非常非常的想念你们，希望早一天能见到你们，我们一起加油。